ヨッシーの節約老後生活。皆様こんにちは。ヨッシーの節約老後生活です。今日は4月の6日です。ちょっと肌寒いんですけど、外はどんよりしています。なんか雨が降るのか、このまま一日どんよりか、そんな感じです。それじゃあ今日のお昼ご飯を見てください。はい、それでは今日のお昼ご飯です。いつものパターンですけど、一人鍋です。今日は鍋の中に、ゆで卵を入れて、鍋の出汁とお味噌をちょっと入れた出汁にしました。味は食べてみやのわからないんですけど、それとバナナジュースと、今日は久しぶりに野菜ジュース。以上、今日のお昼ご飯です。今ウォーキングから帰ってまいりました。いつも皆様に見ていただきましてありがとうございます。それじゃあ良い日でありますように。さようなら。